皆さん、こんにちは。1968年に公開されたフランキー・サカイさんの映画「喜劇大安旅行」の無賃乗車を疑われるシーンで、世間の男性の目を釘付けにする大胆な演技で注目された女優の藤田紀子さん。今回はそんな藤田紀子さんの再婚疑惑や病気説から熱愛相手の性癖に関する話をご紹介しましょう。藤田紀子さんは1967年に松竹に入社しました。入社当初は早く専門の女優として活動していましたが、ほとんどテレビ画面上では認識されないような存在でした。ただ10代の頃からクラシックバレエを習っていたため、体がとても柔らかく火の打ちどころがないほどのスタイルだったことから、当時の藤田紀子さんは和製マリリン・モンローと呼ばれていました。当時のことを藤田紀子さんは、ボーイフレンドは常に10人以上はいたと語っており、モテまくっていたようです。そんな藤田紀子さんに女優としての転機が訪れたのは、メスがオスを食い殺す3匹のカマキリに出演した時です。端役ではあったものの、これまでとは違いセリフが与えられたため、世間にも藤田紀子さんの存在が浸透していきました。絶世の美女として人気が出始め、女優としていよいよ本格的に活動をしていくのかに思われた1970年10月に芸能界を引退。引退理由は結婚でした。相手は当時幕内力士として人気急上昇中だった角界のプリンスこと貴乃花でした。その後1971年に長男花田勝さんを、1973年には次男貴乃花浩二さんを出産しましたが、後に離婚し、2001年には芸能界に復帰しています。その後藤田紀子さんの再婚相手として、お笑いコンビピースの綾部祐二さんとの30歳差の熱愛が週刊誌で報じられたのです。二人とも藤田紀子さんの自宅で食事するなどの交際を認めており、藤田紀子さんは質問に対して終始嬉しそうに答えていました。30歳差の熱愛はどこまで本当なのか注目されています。二人の熱愛が報じられたのは2012年8月31日です。8月13日午前2時頃、藤田紀子さんの自宅に入ろうとする綾部祐二さんの姿が撮影されました。綾部祐二さんを直撃すると、自分は熟女好きを公言して様々な熟女と食事をしているが、藤田紀子さんは別格という答えが返ってきたということです。綾部祐二さんが藤田紀子さんを好きだというのは有名な話だったようで、綾部祐二さんの希望で二人が新郎新婦となった結婚式の再現ドラマが2011年5月26日の日本テレビ系なるほどハイスクールで放送されました。これがきっかけで二人はメールアドレスや電話番号を交換し親しくなりました。二人の交際はそれとなく、お笑い芸人が司会をするテレビ番組でも語られるようになりました。藤田紀子さんは2012年8月17日朝からワイドショーに多数出演し、電話出演で様々な質問に嬉しそうに答えていました。藤田紀子さんは、ご迷惑をかけてはいけないと思い悩んでいますと話しています。フジテレビ系特ダネでは、司会の小倉智昭さんが藤田紀子さんに対し、非常に明るく嬉しいニュースだとエールを送ると、藤田紀子さんは喜んでいいのか悲しんでいいのかと語りました。藤田紀子さんと同じジムに通っているという芸能リポーターの横野玲子さんは、1年ほど前から2人の仲が怪しいと睨んでいたとして、藤田紀子さんがテレビで演じた綾部祐二さんとの結婚式のウェディングドレス姿を携帯に保存していて、それを見せられたという話を披露。曰く、一人暮らしの藤田紀子さんが炊飯器を買ったのは綾部祐二さんに食べさせるためで、綾部祐二さんをお笑い界の横綱にするため頑張ろうとしているんだとのこと。情報ライブミヤネ屋では、臨床心理士の八幡陽さんが藤田紀子さんの心理を分析しました。16日に行われた記者との囲み取材の映像を見て、藤田紀子さんは嬉しい気持ちがはじけていて、
30歳の年の差を聞かれた時に、年上でも年下でも関係ないという発言から、熱烈な恋愛宣言をしていると私は思いますと断言しました。番組に電話で生出演した藤田紀子さんは、二人の関係について、たくさんいる友人の一人として親しくさせていただいています、とし、手をつないだこともありませんと言いました。結婚はあるのかとの問いには、様々な苦労をしてきた経験から誰とも結婚することはないだろうとし、綾部祐二さんはこれからのお仕事が大事な方ですし、いずれ若い方と結婚なさるでしょうから、本当にこんなことでご迷惑をかけてはいけないと思い悩んでいますと心境を語っていました。そんな二人の関係の背景に、実は報じられていない秘密があるのだとか。綾部祐二さんに近い関係者曰く、綾部祐二さんは夏に入って都内高級住宅地にある藤田紀子さん宅マンションを頻繁に訪れています。双方の友人らが複数集まり、藤田紀子さんの手料理を食べるなどして過ごすようですが、綾部祐二さんが単独で藤田紀子さん宅に行ったこともあります。綾部祐二さんは後輩芸人らに、藤田紀子さんと一夜を共にしたらもう他の女性とは関係を持てない、最高の女性だよと話していますとのことで、なぜかすんなり恋人関係になれない事情があるそうです。真実かどうかは分かりませんが、二人の知人の多くは、恋人関係に踏み切れないのは綾部祐二さんのスカトロ趣味に違いないとささやき合っています。綾部祐二さんがスカトロ、つまり女性の代弁好きなのは有名な話です。関係を持った女性にそれを要求するのは、綾部祐二さんと関係を持った女性の何人もが証言しています。今回も綾部祐二さんは目の前で排便するよう藤田紀子さんに頼み、さらには排便を食べさせてくださいと頼んだと考えてほぼ間違いないでしょう。清潔好きでプライドの高い藤田紀子さんが男性の前で排便することは考えられない。藤田紀子さんは恋愛感情と綾部祐二さんの異常性癖の間で悩み、ついていけないと困惑しているようですとのこと。綾部祐二さんのスカトロ好き疑惑は、これまで親しい芸人仲間が深夜番組やイベントなどで何度も露見しているそうで、芸人仲間の間では綾部祐二さんは本物の変態という見解で一致しています。しばしば都内のマニア系 SM クラブに通い、熟女女王様とのスカトロプレイを楽しんでいます。よく、ああさつきみどりさんの排便を食べたいと独り言を言っていますと芸能プロ幹部は話しています。そんな二人の関係について、藤田紀子さんの息子として知られている花田勝さんは、2014年5月6日渋谷区にある映画美学校試写室で行われた映画私の息子母の日記念試写会に親子で出席した際、66歳になってもなお男性関係でワイドショーを騒がせる母について、噂になるのは全然構わない、むしろ高齢化社会で同年代の人に希望を与える存在になってほしいと話し、再婚してもらっても大丈夫ですと母の男性関係に理解を示す発言をしました。母について、綺麗というより妖怪みたいと話す花田勝さんは、僕より若い人と噂になったり、とにかく破天荒ですが元気があるのが一番だと思っています、長生きしてほしいし残り少ない人生を楽しんでほしいとメッセージを送りました。そして、できれば同じ年齢くらいの人と噂になってほしいと付け加えて会場を盛り上げました。この日は母の日イベントとあって、花田勝さんから藤田紀子さんへカーネーションをプレゼントする演出も行われました。実生活でも母のリクエストを聞いてプレゼントを送っているという花田勝さんは、今年は空気清浄機をリクエストされたと明かし、そのうち顔を変えたいと言ってくるかもしれませんねと話して母を苦笑させるなど、母とのトークを最後まで楽しんでいました。また現在疎遠状態にあるというもう一人の息子貴乃花浩二さんからは、長い間母の日のプレゼントをもらっていないという藤田紀子さんは、残念ですと怪し、花田勝さんと貴乃花さんの兄弟仲についても
大人になって喧嘩しちゃダメですね。でも母親の私がいけないんでしょうね、としんみり語りました。さらに、親は息子がいくつになっても心配、いつも心配しておりますよ、と貴乃花さんへ向けて母としての思いも語っていました。また花田勝さんは2020年3月13日にカンテレで放送された解決へ見チャンネルに出演し、藤田紀子さんが横綱の白鵬と同じ病気になり、私はもう死ぬと話したことを明かしました。 MC の上沼恵美子さんが、お母様が具合が悪いってお聞きしましたと花田勝さんに尋ねました。花田勝さんは、ちょっと前ですね、蜂窩織炎という病気です、皮膚の病気でよく足が腫れるんですと症状を述べ、白鵬さんがなった病気ですと補足しました。レギュラー出演者のキングコング梶原さんが、力士の方が良くなるとさらに補足。上沼さんが、力士の方が良くなる病気におかみさんがなったと驚いていました。花田勝さんは、藤田紀子さんの症状が年末から年明けにかけてひどかったと話し、正月に一緒に過ごしていたんです、うちに来る前に病院に行くチャンスはあったけど、ずっと痛いと言っていた、と振り返っています。病院が開くのは1月4日以降だったことから、藤田紀子さんはずっとスマホで病気について検索していたそうで、一番最悪の場合、私はもう死ぬ、と弱気になっていたことを話しました。いかがだったでしょうか。今回紹介した藤田紀子さんの再婚疑惑や病気説から、熱愛相手の性癖に関する話はここまでとなります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。